今日も一日が終わったな。ちょっと屋上にでも出て景色を堪能するかな。はあ、今日は帰って何をしようかな。まあこれといってまあ変化のない一日やったな。帰ったら美味しい晩ご飯もあるし、そういう晩ご飯でも食べるか。うん、夕日が綺麗やな。すごい綺麗、夕日が。何か面白いことないかな。何か面白いことはないか。ちょっとまあこんなとこ来ても面白いことなんかないか。あの辺でなんかないかな。なんだあいつは。うん、車入れてるぞ。なんだあの人は。めっちゃ駐車が下手な人がおるんやけど。おい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 、めっちゃ下手なんやけど、あの人何してんのあの人。俺が代わりに行って駐車してあげた方がいい。いや下手すぎやろ。どうなんあの人。いや何回やりよう。全然違うとこ止めとるし。あら、あ今度は成功しそうやな。あそうそう、そのままおらおらおらおおおおい、行き過ぎちゃう。それは行き過ぎやろ。あ、エンストまでしたぞあの人。なちょっと時間かかりすぎな車がいたのいますね。あれは何しようやろう。あ今度はあこれで止めれそうやな。あハンドル壊れとんかなあの車。あどこに止めたいんやろあの人は。あれれれれれれれ。あこれで、あそれでまっすぐ止めるつもりなんかな。あら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 結局出ていったぞ。あら何だったんだあの人は。あらどこ行ったんやろ。あらあの人一体何やったんやろ。あらあらどこ行ったんやろ。なんかものすごいあのおったおった。あらあら結局あら結局帰っていきましたね。何だったんだあのおっさんは。めちゃくちゃ駐車にするのが下手くそな人がいました。